はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、5月15日の日曜日、東京競馬場で行われる、ビクトリアマイルの、本命馬と改名で、また馬券を買いに行ってきてからの、レース観戦からの、祝勝会か反省会の動画になっております。土曜日の競馬堪能させていただきました。早いっすよね。もう今日、メインの前にはもう両馬場に芝は回復してまして、意外とスピード決着になりそうな感じがします。昨日の時点だと僕は、まあ、馬場がねまだ分かんないからみたいな感じで言ってたんですけれども、まあね、もうね今日日曜日も雨は降る予定ではないので、うーん、もしかしてね結構なタイムで、もしか下手したら1分また31秒台ぐらいで決まるようなレースになるのかなとは思ってます。で、まあね、そんなこと言いながらもね競馬やったんですけどもね、まあそんないい結果、まあ悪くはなかったんですけど、KO 杯スプリングカップをね本命にした馬はね、まあ、来なかったっていうことでね、縦目でねちょっとなんとかねかろうじてまた助かったって感じで土曜は終わらせてもらったんですけれども、まあね、それをねなくすために日曜日、まあいい結果を出せればいいなとは思っております。で、私の本命なんですけども、まあ、前回の動画1個前の動画でですねおすすめ馬5頭選ばさせていただいたんですけども、本命今回そこから選ぶのか、それとも1日経ってもしかしてねもっといい穴馬とかが出てきたのか、どっちだと思いますか？そうですね。結構穴馬もね見えてきたんですけどね。私の本命ですね。はい、2番のソングラインになります。ソングラインです。前1個前に上げた動画の5頭の中の1頭でございます。ただね、ソングラインはね、前回の動画ですね、まあ、馬場によって怪しいですよねってことを言ってたんですけれども、まあ、土曜日で、まあ、両馬場まで回復したってことはね、まあ、この馬もいい競馬できるんじゃないかなと思って、本命させていただきました。まあ、レイパパレがね、本当はいいなと思ってたんですけどもね、やっぱり1番人気とかはね、こう本命に上げても面白くないですよね。1番人気、2番人気とか上げても面白くないなと思って、まあ、それだったらね、ソングライン、ね、まあ、4番人気ぐらいかな、今。なので、まあ、ね、一発あったらこっちの方があるいいかなと思って選ばさせていただきました。まずソングラインなんですけども、まあ、東京コースがね4戦2勝2着2回ってパーフェクト連帯をしている、まあ、得意中の得意コースでもありますので、ここでもいい競馬できるかなと思ってますし、まあ、一番のベストパフォーマンスは去年の秋の富士ステークスかなと思っております。まあね、やっぱ同じような1枠1番から、スタートしてね、出遅れちゃったんですけども、ちゃんとしっかり最後伸びてきて1着に来てるっていうので、まあそれよりね、今回の方がレースレベルは、まあ、同じぐらいかな、まあ、同じ、うん、もしかしたらこっちの方がねレベル的には低いのかなって思うと、まあここでもね3着以内っていうのは結構硬いのかなとは思っております。で、前走が海外サウジアラビアだったんですけども、まあそこでもね勝利するというね、まあタフさがやっぱ売りかなとは思ってますので、休み明けになりますけども、ここはいい結果を出せるんじゃないかなとは思っております。で、最後に、まあ、池添騎手、まあ、仕事人池添騎手が乗るってことでね、去年今年ってまだ G1 勝ってないので、ね、一昨年のあのグランアレグリアで安田記念を勝ったように今回のビクトリアマイルでやってくれるんじゃないかなと思っております。まあ、土曜日のね、京阪スプリングカップメイケールでね、池添騎手勝ってるのでね、ここもね、こう、ポンポンと行ってもらえればいいかなと思っております。で、レイパパレソダシは、まあ、人気にはなってるんですけども、やっぱりレイパパレもね、強いんですけど、ちょっとね、高速決着にちょっと対応できるかなっていうのがね、ちょっと一抹の不安になってるんですよね。ソダシは、まあね、桜花賞とかもね、1分31秒台で走り切ってますし、まあ、この馬は全然マイルであれば問題ないと思います。
なので、まあ、あとはベアリングタクトですよね、三冠馬。まあ、普通に1年間休まないで、普通にもし使われていて、またここに来てるのであれば、もうグリグリの一番人気だったんでしょうけども、やっぱ1年間休んで、その休み明けがね、G1 っていうのはやっぱりちょっと厳しいかなとは思ってます。まあ、勝つならあっさりあると思うんですけども、ちょっと厳しいかなとは思っております。ってことで、買い目、こんな感じで、買ってます、買おうとしています。まあ、ソングラインから、一応ね、デアリングタクト、ソダシ、でレシステンシア、で、ファインルージュ、レイパパレ、赤い糸、シャドウディーバ、テルセットの、8頭に流させていただいて、ちょっとね、8枠が僕ね、面白いなと思ってるんですよね。まあ、17、18って書いたんですけども、まあ、デデルも面白いなと思ってまして、ちょっと枠連で78っていうのもちょっと面白いかなと思って、じゃあね、枠連の78も買おうかなと思っております。はい、こんな感じで、ビクトリアマイル、買いたいと思います。まあ、当たるでしょう、今回は。ちょっとね、本命が2週連続ね、ちょっとね、ポカしちゃってるので、今回は、なんとかね、いい結果を、まあ、できた一着にでもなっていただけると、ありがたいなと思っております。じゃあ、これからね、今日はもう帰って寝て、起きて、今日ね、渋谷に行くか、新宿に行くか、またまた立川に行くか、わかりませんけども、ウィンズで馬券買っていきたいと思います。はい、ただいま帰ってきました。本日もですね、ウィンズの新宿行ってきました。ちょっと見てください。今日は、お乳の靴だったんですよ。ねえ、こうね、お乳の靴にして、気合を入れて買ってきました。ね、ソングラインから買ってます。さあ、どんな馬券かと言いますと、まあ、まず馬連から行くとこんな感じですね。8点流してます。300円ずつ買ってます。で、ワイドに関してはちょっとデゼル怪しいなと思ってちょっと追加しちゃいました。で、これはワイド700円ずつ買ってます。で、追加でですね、こんな感じで、馬連、ワイド、ソダシと、ファインルージュと、レイパパレ。で、追加で買っております。ちょっとね、僕ね、間違えちゃったんですよ。ね、11と13間違えちゃったんですよ、金額。ファインルージュじゃなくて、レイパパレ2000にしたかったんですよ、馬連。で、ワイドも、これ、レイパパレ3000に追加にしたかったのに、ファインルージュにしちゃったんですよね。レイパパレが来そうだからな。ちょっとね、ガミる可能性あるな、これ来ても。てかもうガミるな、これ来たら、23来たら。まあ、しょうがないですね。で、あと、ちょっとね、78枠連つったんですけど、18も枠連追加で1000ずつ買っちゃいました。まあ、こんな感じで、合計がですね、19,700円使わさせていただいて、今回、ビクトリアマイル、勝負したいと思います。まあ今回当たるでしょ、本当に。いやー今日ね、ババもいいしね、そんぐらいに多分、これは突き抜けると思うよ。本当に。まあそんな感じで、ちょっとね、もう始まりますので、ちょっとね、レース見たいと思います。はい、ビクトリアマイル終わりました。皆さん、馬券の成果はどうだったでしょうか？私の本命、ソングラインは一体何着だったのか？果たして勝ったのか？それとも負けてしまったのか？ソングラインはですね、なんと、5着でした。5着。しかも、僅差でした。いや、でもね、まあちょっとね、どうだったのかな、やっぱりその昨日までの馬場がやっぱ完全に乾ききってなかったのかな、ちょっとまだね、ネットでね、池田騎手のあれは聞いてないから、見てないから分かんないんですけど、もしかして馬場がちょっとまだ緩かったのかもしれないですね。やっぱりこの馬パンパンの両馬場が一番の持ち味を切る馬だと思うので、まあその辺がもしかしたらちょっと引っかかっちゃったのかなと思います。でも3着、4着、5着って鼻差だったんで、
もうちょっと頑張ってほしかったですね。それがあればね、買い間違えたファインルージュ2着に来てたんで、まあ、ワイド、まあ、ソダシも買ってるから結構これで良かったんですよ本当は。あーって思いましたね、レシステンシャー。でもローザノワールまた今週も18番人気が高走するっていうね、危うくまたね先週と同じような、ね、大万馬券がなるのかと思ったら4着だったんで、まあまあしょうがないですね。まあソダシはね素晴らしかったですね。やっぱりワンターンのねマイルはねこの馬には本当に合うんだなっていうのが分かります。で今回も多分馬場はあっただろうし、まあ、気分よく走れてたっていうのもあったんでしょうね。でもねレイパパレがねあんな負けるとは思わなかったっすね。いや適距離だと思ったんですけどマイルは短いのかな。でも2000も長いような気がするんですよね今。ちょっとねこのまま分からないっす。多分安田記念出てくるかな、もしかしたら。もしかしたらこれ人気落として期待してねって感じかもしれないですね。まあうんしょうがない。うん、まあまあ惜しかったって感じでね今回はソングライン。もうねほぼね取ってたようなもんです。ワイドは取ってたようなもんです。もうねこれねちょっとねボタンの掛け違いみたいな感じでね5着になったっていうだけで、これもう一回走ったら多分3着ぐらい確実に来るんで、いや分かんないですけどしょうがないです。まあこんな感じで、今回は、的中ならずってことで、申し訳ございませんでした。はい、ということでカフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、5月15日日曜日、東京競馬場で行われた、ビクトリアマイルの本命発表と買い目、そして、馬券購入してからのレース観戦、そして今週も、まあ、頑張ってまた反省したいと思います。なんかねもう3週連続本命が来ないっていうねちょっとねドヨーンってなってますね。ちょっと嫌な流れですよね。去年と同じこう流れになってきてますね。自分全敗っていうね、東京5000連続惨敗っていう去年と同じ流れがちょっと吹いてきてるような気がしますが、まあねまだ来週オークス、翌週ダービー、そして安田記念とありますのでね、ちょっとねもう一回ちょっとしっかり立て直して来週頑張りたいと思います。で、今週はですねちょっとね多分集中に動画っていうのはちょっと上げれないと、ちょっとネタがないっていうのもあるので、まあ、ちょっと上げないかもしれないですけども、まあこうやってね競馬を盛り上げていって、まあ少額でもね楽しめる馬券の買い方みたいな感じで見ていただければいいなと思ってますので、まあ、よかったらね、この動画を見てね共感していただいたり、一緒にね競馬を盛り上げていってくださる皆様、もしいればチャンネル登録と高評価、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。でもね、タコル競馬さん見てて思った、タコル競馬で今マログさんか見てて思った、ケンシロウ君が言ってたんですけども、ケンシロウパイセンが言ってたんですけど、競馬なんかレース終わったらね登録者が解除されるって言ったんですけど、まさに今日それでしたね。気づいたら減ってたっていうね、もうねマジでへこむからねちょっとねお願いします、ちょっと会社とかやめてくださいまあまあしょうがないですね。その前のお金見せる動画もね多分結構不評だったようで解除されていったのでちょっとねまた気合い入れて頑張りたいと思います。まあ、今回の動画は以上となります。最後までご視聴の方ありがとうございました。また来週オークス頑張りたいと思いますので、皆さん次回の動画お楽しみにしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。